バラウルは後期白亜紀に現在のルーマニアに生息した獣脚類の恐竜の属。模式種バラウルボンドックの実が知られている。属名はルーマニアの民話に登場するドラゴンであるバラウルにちなむ。種庄名のボンドックはがっしりとしたという意味でバラウルボンドックはルーマニア語で頑丈なドラゴンという意味になる。これはバラウルの筋組織が 原生鳥類と比較して発達していることを反映している。バラウルは2010年8月に研究者らにより記載されタイプ標本を含む2つの部分的な標本から知られる。バラウルの化石はハテグ島と呼ばれる白亜紀のルーマニアの一部から発見された。ハテグ島は一般にワイショウ恐竜の島として研究され、海水面が高くヨーロッパの大部分が熱帯。 または亜熱帯であった約7000万年前には、テチス海のヨーロッパ列島を成していた。化石の初期の研究では、バラウルはベロキラプトルを含む小型のドロマエオサウルス化に分類されたが、その後の系統解析で、バラウルは原生鳥類を含むグループである鳥群の基盤的な位置に置かれた。他の初期の原鳥類とは異なり、一つだけでなく二つの収納可能な巨大な 釜状の鍵爪が両足にそれぞれ備わっており、関連する種よりも死子が短く重かった。歪症化した竜脚類であるマジャーロサウルスなど、ハゼグ等の他の恐竜と同様に、バラウルの奇妙な特徴は、島という生息地が進化に影響を与えたことを示していると主張されている。バラウルボンドックと人の大きさ比較バラウルは、約7000万年前の白亜紀後期、 マウストリヒチアンに生息したと推定されている獣脚類の恐竜でありバラウルボンドックただ一種を含む本種の骨は基盤的幻鳥類と比較して短く重い大半の初期の幻鳥類は格納されて地面から離れる第二種にシックルクロウを一つ持つがバラウルには格納可能なシックルクロウが両足の第一種と第二種に備わっていた この奇妙な足に加え、白秋後期のヨーロッパから出土した、ほぼ完全な獣脚類の化石であるという点で、バラウルのタイプ標本は特異的である。バラウルには、数多くの固有派生形質があり、第三子が未発達の後骨から形成され縮小して、おそらく関節を失っていることが含まれる。ルーマニアのセベシュ層の反乱源にあたるデーガンから、部分的な骨格が発見されている。 この標本は多様な髄骨からなり、肩体と腰帯及び、獅子の大部分も含まれる。白紀後期のヨーロッパから産出した、ほどよく完全で、保存状態の良い初めての獣脚類である。鳥群として復元された、バラウルバラウルの体格は、ベロキラプトルに近く、発見された骨格要素から全長1.8から2.1メートルで、あると示唆されている。 バラウルは、自重を支えるために機能的な大一子が再度進化しており、異常なまでに巨大な鍵爪が存在した。バラウルの足は短く頑丈であり、骨盤の筋肉の不随部分は大きく、これらは、バラウルが速度よりも、むしろ力に適応していたことを示唆している。こうした頑強な足としっくる苦労は、獲物を強く捉える働きがあった可能性がある。地域らは、島を、 生息地とする分類群において発達した異様な形態のドラマチックな例としてこの新たなボディプランを記載している。頑丈な足の例として中足骨の長さが幅の2倍しかないこと、中足骨の幅が後足の1.5倍広いことが挙げられ、この両方の比率が重脚類には得意的である。バラウルの骨格はまた死の骨の広範な融合も示唆している。 手首の骨と中手骨が融合して腕小骨をなし骨盤の骨も融合しているふくらはぎの骨である脛骨と足首の上の骨が融合してすね足根骨を形成し足首の下の骨と中足骨が融合して側根中足骨を形成する融合の度合いは鳥類及びその直接的な親類である鳥群に典型的である発見部位を白色で示す 骨格復元バラウル・ボンドックに属する最初の小さな骨は全子の6つの要素からなる。フガブ R1580 から1585と命名された一連の標本はダングリグレスキューが1997年に発見したが腕の形態が珍しいものだったため科学者が適切に組み立てられずオビラプトロサウルス類の意外として誤解された。 最初の部分的な骨格は2009年9月に、ルーマニアのセベシュの約 2.5km 北方で発見され、マーストリヒチアン前期にあたる、セベシュ層のセベシュ川沿いに位置し、予備的なフィールドナンバー SBG-ASK1 を与えられた。後にホロタイプに指定され MVP-313 の番号が与えられた。トランシルバニア博物館の地理学者兼古生物学者。 マタヤッシュ・ベレミールが発見し、ブカレスト大学のゾルターン・チーキーに解析を送った。この発見は、米国科学アカデミー企業で2010年8月31日に記載された。1997年の標本は、ホロタイプよりも45%長い個体を示しており、ホロタイプよりも新しい地層で発見されている。 俗名のバラウルは、ルーマニアの民話でドラゴンを意味するルーマニアの言葉に由来し、首相名のボンドックは小さく頑丈であることを反映する。民話のバラウルも遊翼の空飛ぶドラゴンと伝わるため、バラウル族が鳥類に近縁であることが暗示されている。ボンドックという首相名が選ばれたもう一つの理由は、発見者が取る古語で小さな玉を意味する。 バンデュークから派生した単語を選ぶことで、バラウルの祖先がアジアに起源を持つことを示唆させようとしたためである。ホロタイプの左足の鳥類に似た恐竜や、初期の鳥類に関連する、バラウルの位置づけを決定することは難しい。当初の系統解析で、バラウルボンドックは、アジア本土のドロマエオサウルス科であるベロキラプトル、モンゴリエンシスに禁煙とされた。 ブルサテラによる2013年の研究では、同じデータの修正版が用いられ、バラウルがドロマエオサウルス家のディノニクスとアダサウルスに未解決の密接な関係にあることが判明した。ディノニクスとベロキラプトルの共通祖先よりも前に枝分かれしたとする説や、ベロキラプトルに最も禁煙であり、その次にアダサウルスと禁煙であるとする説がある。 さらに新しい解析では異なる解剖学的データが用いられ、バラウルがドロマイオサウルス科に位置づけられることに疑問が呈された。2013年に多様なコエルロサウルス類を含む大規模解析により、バラウルはドロマイオサウルス科ではなく基盤的な鳥群であり、ジェホロルニス型類よりも鳥類に近縁だが、オムニボロプテリクス型類よりも基盤的であることが判明した。 2014年に公開された研究では、バラウルはパイゴスティル類の姉妹群であると判明した。最初のデータの拡張版を用いた別個の解析が同年に発表され、同様の結論が導かれた。2015年には研究者、アンドレ・アカウト・トム・ブローハム及びダレン内ュが、どの獣脚類恐竜がバラウルに近縁であるか、明確にするための研究を発表した。 彼らの解析では、バラウルがドロマエオサウルス科である可能性を完全には排除しなかったが、複数の重要な鳥類型の特徴に基づいて、非パイゴスティル類の鳥群に分類される可能性が高いとした。推定された特異的な形質は、実際には鳥群の動物には普通の形質であった。典型的な鳥類の特徴には、獅子の骨の融合。 機能的な第一子の指先、第二子のカギ爪よりも小さくない第一子のカギ爪、第三子のつま先から二番目の子骨が長い、第四子の小さなカギ爪、長い第五、中足骨が含まれる。本種の骨盤とよく似た特徴を持つエナンティオールニス、類が発見されているため、それらとの関連を疑う意見もある。ドロマエオサウルス科としてのバラウルの復元図。 当初提案された蹴りの動きバラウルの行動については理解が進んでいない。頭骨要素を書いているため、葉の形態からバラウルが動物植生だったか植物植生だったかを決定することは不可能である。原サイではベロキラプトルに禁煙とされたため、動物植生動物と推定された。より大型の獣脚類の化石がルーマニアから発見されていないため、 島という制限された生態系においてバラウルは頂点捕食者だったと地域ーーは2010年に推測した。彼はまたバラウルが後足の二つのシックルクロウを獲物を切り裂くのに用い、前肢の対価はそれらが狩りに用いられなかったことを示唆していると信じた。当初の発見者の一人はバラウルをベロキラプトルと比較して短距離走者というよりはおそらくむしろ キックボクサーと評し、自身よりも大型の獲物を仕留めることが可能だったと提案した。しかしながら、デンバー・ホーラーらによる後の研究では、バラウルのような幻状類の足の解剖学的特徴により、彼らが巨大なカギズメを獲物の保持と地面への固定に用い、原始的な翼で羽ばたき運動を行って獲物の上でバランスを取ったと示唆されている。獲物が疲弊すると、 バラウルは、現代の猛禽類が行うように獲物を生かしたまま、捕食した可能性がある。カギ爪の形状から、斬撃に用いるには有効でなかったと見られている。なお2015年に、ドロマイオサウルス科のシックルクロウの断面が詳しく、研究され、それによると、シックルクロウは薄い刃物のような構造をしていたため、相手を強烈に切り裂いて、十分な致命傷を与えられたとされている。 加えて、本種との関連が疑われたベドキラプトルは、自身の数倍は、ある体重のプロトケラトプスと差し違えたまま化石になった闘争化石が発見されており、それよりも頑強とされるバラウルが捕食者であれば、その攻撃力は計り知れない。バラウルの融合した非常に短い中足骨と巨大な大一志の鍵ギ爪は、 本当のドロマエオサウルス化の基準から見ても奇妙であり、後の研究とともにバラウルが捕食動物であったことを強固に裏付けている。第三子の縮小は動物植生が弱いことを示す可能性があり、太い第一子は武器というよりも自重の指示への適応と解釈された。イタリアの古生物学者アンドレア・カウはバラウルが大半の飛鳥類型重脚類のような 動物植生ではなく植物植生または雑植生であることにバラウルの異様な特徴が由来すると推測した。これらの特徴には比較的短く太い獅子や高体角のついた広い地骨が含まれゆっくりと植物を消化する蝶の存在を示唆している。カウはこの植生を堂々ラプトルモデルとして言及した。しかし、 ホウラーラによりなされた研究の視点から見るとバラウルの解剖学的特徴はバラウルが捕食動物であるという仮説に近い可能性があるとカウは述べたこういった前足の退縮は優れた肉食動物のティラノサウルス類やカルカロドントサウルス類でも広く見られることである2015年にカウラはバラウルの系統学的位置の再検討において生態学を再考し バラウルが鳥類であれば、サペオルニスやジェホロルニスといった植物植生であると知られている分類群に統括されるであろうと主張した。これは、非常肉植生の生態が極度に倹約的な結論であることを示唆し、植物植生へ特化していたというカウの当初の解釈を指示している。これは、第3子の縮小、第2、中足骨の下部関節の欠如。 適度に湾曲した第二子の鍵ギ爪によっても示唆されている。バラウルの骨盤と足は広く、第一子のつま先が大きく、中足骨の円位端が広かった。このような特徴は、他の獣脚類では、植物植生であるテリジノサウルス科でしか、確認されていない。しかし、2020年には、バラウルを含む、多数の小型獣脚類の後ろ足の、 第3末節骨が研究され、その結果バラウルの爪は地面の走行や獲物への攻撃に使っていた可能性が他のアビアライ類よりも高かったことが示唆された。さらにアビアライ類の代表格ともされるアーケオプテリクスはその鋭い葉爪を使って小動物を主食としていたと推測されている。だがバラウルと断定できる頭部が発見されるまで、 こういった混乱や議論は続くだろう。一応、ハテグ島からは、ドロマヨサウルス類や、小型住脚類と、オボ式ユ有利場が見つかっている。そして、同論文からは、ハテグ島より、断片的ながら、アベリサウルス類の可能性がある化石も見つかっていると、され、それが正しければ、アベリサウルス類も、頂点捕食者だった可能性がある。現在のルーマニアである、 土着のハツグ等の環境にいるバラウルボンドックのツガイマーストリヒチアンの間はヨーロッパの大部分が島々に分かれておりバラウルの数多くの奇妙な特徴は当初化に起因すると考えられ比較的孤立した状態がこの地域の生物に課せられていた島に隔離された種は偶然により遺伝子頻度が変化する遺伝的不動とより大きな集団では希釈され安い 突然変異の影響が小さい集団で拡大する創始者効果の影響を受けやすい。当初課では本土の大きな種が小型化して小さな種が大型化することが示され、島でこれが効果を発揮することがある。白亜紀のルーマニアでは小型化した流脚類などが知られている。2010年にはこの島の影響は 比較的最近到達した種の急激な変異によるものとされ、この地域で孤立して数千万年をかけた進化の結果とはみなされなかった。ベロキラプトルとの密接な関係が考えられていたということは、ハゼグ等の孤立が絶対的でないと想定していたことを暗示している。バラウルの頑強性の上昇は孤立した植物植生放乳類の平行進化と2010年に、 比較された。2013年にはバラウルが眼境性を増したことが知られている唯一の当初性の動物植生脊椎動物であると主張され、進化した広い足は安定性を向上させる効果があったと示唆された。2015年に取りとしてバラウルが解釈された際は他の島の植物植生動物と同様に 希少性の鳥類が大型化した子孫であることが示唆された。グレゴリー・ポールが予測したように、二次的にドロマエオサウルス化に似た飛べない鳥へ進化した珍しい例である。ありがとうございます。